動く石臼。いつのことかはっきりわからん。七里戸というところに角煮という豆腐売りがいた。角煮は毎日早起きして豆腐を作り、それを天秤棒で担ぎ、町に出ては歩き売りし、売り終わるといつもの酒屋で茹でた落花生、あるいは他の安いつまみで酒をちびりちびりやってから家に戻った。そして飯を食ってからすぐ寝た。というのは豆腐を作るため翌日また夜半に起きなくてはならないからだと。この日角煮は豆腐を売ってからいつものようにかの酒屋で飲み終わり、さて帰るかと腰を上げようとした時、新さんという男が酒屋にやってきた。新さんは角煮と同じように酒が好きで、いつもこの店に来るので、いつの間にか二人は顔見知りになったという中。新さんは角煮より二つ年上なので、角煮は彼を新兄と呼んでいる。おう新兄、仕事終わったのかい。え、おう角煮じゃないか。わしはもう飲んだからこれで帰るが、どうして嬉しそうな顔してるな。実は今日は一儲けしてよ。懐具合がいいので、これからわしに付き合えや。いやいやいや、あんまり飲みすぎると夜中に起きられなくなるからよ。まあそんなこと言わずに付き合ってくれよ。おい店の若いの、上等な酒とうまい魚を持ってこいや。今日は景気よくやるからよ。へい、毎度あり。酒屋の若い者はこの注文を聞き、ニコニコ顔で酒と魚を取りに行く。おいおい、しがにいいのかい、贅沢したりしてよ。安心しな、今日は機嫌がいいから楽しくやろうぜ。これに角煮は少し考え、まだ早いかと新さんの好意に甘えることにして、新さんと一つの卓に着いた。やがて上等な酒に二皿のうまそうな魚が運ばれてきたので、二人は酒を酌み交わし始めた。そのうちに新さんが言い出した。おい、今日は飲み比べしようぜ。各様ゆっくり飲むが、かなりいける口だ。つまりあんたの酔った顔見たいんだよ。これに角煮は苦い顔したが、今日は新さんはまとまった金を稼ぎ、かなり機嫌がいいんだと悟り、その上一度自分がおごったことがあるのを思い出して黙ってニコニコしていた。どうだ、今日は二人でどっちが強いか試してみようじゃないか。この声が大きかったのか、これを耳にした周りの飲みすけも喜び、ワイワイと声を出し、二人の相撲の対決だなどとはしゃぐ。これに新さんも喜び、店の若いのに酒かめ持ってくるよう言った。そしてこの賑やかさを耳にしたのか、数人の通りがかりの人までが面白半分に店に入ってきて見物する傍ら、自分たちも酒を注文するありさま。これを喜んだ店の主は、さあさあ、今日のこれからの二人の飲み代はわしのおごりだ、だから安心してくださいな、と叫ぶ。これに矢島である他の客が、いぞいぞ、やれやれ、始めろと油を注ぐ。こうして角煮と新さんは互いに相手を睨み、あんたが先にぶっ倒れるよ。酔いつぶれんのはお前さんだよ、と言い合い、店の若いのが運ばれた酒かめから、それぞれ二人の目の前に置かれた大きな杯に酒をついだので、二人は時々魚をつまみながらぐいん飲みし始めた。こうして三つ目の酒かめを開けた頃、角煮が言い出した。待った待った、ああ、しがに、なんで、なんで、もう降参かい。いやいや、まだ、まだ、じゃあ6時だよ。じゃあ、どうしたってんだい。しがに、これも勝負だろ。そりゃそうだな。じゃあ、わしがもし負けたらこうしよう。え、明日から1年、兄にタダで豆腐を食べてもらおう。おいいね、お前さんの作った豆腐はうめえからな。これを横で聞いていた店の主、新さんよ。あんたはどうすんだい。え、そうだな、もしわしが負けたら、わしが負けたら、あんだ、わしにあるのは力だけだから、あ、負けたら毎日お前さんの家に行って1年間石臼を回そう。これに店の主は、これで決まった、さあ勝負を続けろ、とわめいた。こうして2人はまたも飲み始め、やがて6つ目の酒かめが空になった頃には、二人はかなり酔い、そのうちに新さんが倒れてしまった。
これを見た角には、なんとか家に帰らなきゃと天秤棒をぶら下げ、千鳥足でどうにか家に戻った。角にはこの日は飲みすぎた上に帰る途中で冷たい風に吹かれ、夜には熱を出してしまい、翌日は起きられず豆腐も作れなかった。わてその次の日、角にの熱はいくらか下がったが、まだよくはならないので豆腐作りはできずにいた。そしてその翌日の夜中に妻に起こされた。ねえ、お前さんたら。なんだよ、まだ夜中だろ。違うんだよ、お前さん。聞いてみな。うちの石臼が回っている音が聞こえるよ。何を言う？こんな夜中に石臼が勝手に動くものか。ちゃんと聞いてみなよ。こう言われて角人が耳を澄ますと、庭の小屋から石臼が回る音が確かに聞こえる。なんだい？隣か？と声かけてくれりゃいいのにね。こうして角人は服を着て庭の小屋に入った。そこでは、臼が回る音だけがするので、一体誰だい？こんな夜中にと明かりをつけてびっくり。なんと小屋には誰もいないのに石臼が自分で動き、水につけた大豆を引いているではないか。それに大豆をすくうひょうたんも勝手に動き、大豆を臼の上の穴から絶えず足しており、敷かれて細かくなった大豆は2枚の石臼の間から溢れ出す。溝を通って下の桶の中に押し流れているではないか。これを一緒に部屋から出てきた妻もあっけに取られてしばらく見ていた。これは一体どうなってんだ。おい、石臼よ、止まれ、止まれ。角にはこう叫んでも石臼はなおも動いている。こうして大豆は引き終わり、石臼は動きを止めた。こうなっては角にも仕方なく妻の手伝いもあって豆腐を作ることになってしまった。しかし角にはどうも風邪をこじらしてしまったらしく、できた豆腐を担いで町に出ることもできない。そこで妻は親戚の甥に豆腐売りを頼んだ。そしてその翌日の夜半にまた同じことが起きた。角に夫婦は初めは不気味に思ったが、石臼が自分で大豆を引いてくれ、その音を耳にしてからも寝ることができたので、これは助かると黙っていることにした。こうして半月余りが過ぎた。もちろん角人の風邪も治り、この日は自分で豆腐を担いで町に出た。そして豆腐を売り終わり、前のように例の酒屋に行くと、かの主が出てきて聞く。角さんよ、半月ぐらい顔を見せなかったな。どうしたんだい？いやね、あの日新さんと飲み比べをした帰りに風邪をひいてしまってね。これをこじらしずっと寝込んでいたんだよ。そうかい。そんなことより、あの日新さんあとどうなった？え、あんた知らないのかい？知らないって、新さんどうかしたのかい？新さんは死んだよ。え、なんだって？新が兄が死んだ？はあ、あの日新さんはあんたが帰った後しばらく寝ていたが、目を覚ました後ふらふらして帰っていった。で、その次の日に私まで重い荷物を担ぎ、どうしたことか、川に落ちて溺れ死んでしまったんだよ。本当かね？こんなことで人に嘘をつくと罰が当たるよ。そうだ、新さんはあの日目を覚ました後、わしは負けたんだ、約束通り角さんの石臼を回さなきゃと言い残して帰っていったぞ。え？石臼を回さなきゃと言って？確かにそう言ってたな。これに角にはハッとなった。これまで毎晩家の石臼が一人で動くのは、新さんがあの時の約束を果たしているのだと分かった。しかし角にはこのことは口にせず、いそいそと家に帰り、妻にこのことを話した。これに妻もびっくりしたものの、新さんの人柄に感心して黙っていることにした。こうしてそれから1年近くが経った。もちろん石臼は毎晩動き、角にの豆腐は今まで通りよく売れ、その暮らしも豊かになっていた。だって新さんと飲み比べしたあの日からちょうど1年目の夜、角には上等の酒と肉や魚の料理を作り、これらを石臼がある小屋に置いた宅に並べ、妻と共にひざまずき、お椀に酒をついで、それを手に天を仰いだ。しがに、これまで一年ありがとう。
あんたが助けてくれたおかげでわしの商いも良くなり、こうして上等な酒まで買えるようになったの。ご苦労様でした。今夜は十分飲んで休んでくれ。そして明日からは自分のことをしてくれや。するとどうしたことか、見えない手が各人の腕をつかみ、その手からお椀を取っていき、誰かが一気に酒を飲むようにお椀が傾き、お椀はそのまま各人の手に返された。各人が見ると酒はなくなっているではないか。そして小屋の門が一人に開き、誰かが小屋から出ていく気配がした。これを見て各人は言う。しがに、さようなら。